guys! モンスタージョン TV! 始まりました、モンスタージョン TV! 今回は昨日に続いて、海外のモンスターエナジーを紹介していきたいなと思います。前回紹介したのがこちらになるんですけど、はい、マンゴーロコ。これめちゃくちゃ美味しかったです。匂いから、そして味から、最強のモンスターエナジーだなと思いましたが、今回は新たに、こちらのモンスターエナジー、ウルトラブルーをご紹介していきたいなと思います。今回も同様、見てください、この大きさの差。こういう風にやってみると、はい、一目瞭然でございます。断然海外の方がね、バカでかいっていうのがわかります。そしてこれを開くと、はい、ヒミコ。バカたりやな、こうするとヒミコか。あー、こうするとヒミコやね。くだらねえことするな、相変わらず。はい、そんな感じでね、こうやって見てもわかるように、もうね、ダブルでバカでかいよね。そして持った感じのずっしり感も、量が半端なく入ってますよ。こんだけ量が入ってると、やっぱりカフェイン半端ないんじゃないのってみんな思うじゃないですか。前回もそうなんだけど、前回のマンゴーロコと日本のモンスターエナジーキューバリブレのカフェインの量を比べても、意外と日本の方が多かったんだよね。じゃあこれもやばいんじゃないって思うんだけど、実はこれさらに前回のマンゴーロコより少ないんですよ。基本海外のモンスターが160から180ミリぐらいカフェインが入ってるのに対して、これ140です。ちなみに前回のマンゴーロコは150です。すごくない？さらにこれ下回ってるからね。そして一番のポイントは、シュガーフリー、カロリーオフでございます。なので意外と女性の方にもおすすめですね。こうやって見てみると、またデザインがね、これもすごくかっこいいんですよね。すげえメタリックな感じでね、かっこいいなと思います。こういった色合いっていうのはね、日本ではあまり見かけないんで、僕は結構好きですね。それでは早速上げていきましょう。あー、水素って、水素じゃねえや、これほんと水素じゃないんだね、モンスターの音だね。はい、あー、いい匂い。あー、いい匂い、すごい。ラズベリー、いちご、あ、ラズベリー、いちご、いや、ラズベリー。あー、めちゃくちゃいい匂い。いやー、すげえな、海外のモンスターすげえな。前回のマンゴーロコもそうなんだけど、マンゴーの匂いめちゃきたのよ。今回もラズベリーマックスだわ。まあ想像してたのと違うね。なんか青いからどんなのなのかなと思ったんだけどね。あー、いいねー、期待の遥か上を行く匂いでございます。では早速入れていきましょう。どんな色をしているのか。僕の予想では、まあ、ラズベリーなんで、なんかそういった赤系とかピンク系な感じするよね。行ってみましょう。あ、いや、おー、わーお、マジでモンスター系で、いやいや、エナジードリンク系で初めて見た。青でございますよ、青。やべえ、すごくない？サンジが探してたオールブルーはここにあったのか。すげえ。そりゃいくら探しても見つからんわ。俺が持ってたオールブルー、マジか。あー、さらに来るね、匂いが。すげえ、来てるね。これはすごいわ。いや、本当に想像すらしてなかった。驚きです。じゃあ早速こちらをいただいていきましょう。いただきます。うん、すげえな、ラズベリーだ、モロラズベリー。甘い、甘いね、すごい。ちょっと待って、うん、来てる、めちゃくちゃうまい。ラズベリーが全面的に出てきてますよ。もうこれはね、ラズベリーのね、全面戦争でございますよ。それほどのこいつ火力持ってるよ、やべえよ。あー、やばい、すごすぎる。これは来るぞ。これじゃあ俺らはラズベリー軍に勝てません。ラズベリー軍の全面攻撃に俺らは太刀打ちができない。すごすぎる、めちゃくちゃうまい。もう甘さが全面的にバーンって出てるんだよ。うん、素晴らしいね。その中に奥の方に若干のね、柑橘を感じる。だけど前に出てるのはこれ完全にラズベリーだわ。すごいよ、柑橘系って前に出てくるイメージがあるんだけど、その柑橘が奥にいるんだよ。前にいるのがラズベリー、甘さが前に出てるんだよ。すごいよ、これめちゃくちゃ美味しい。そしてこの味からくる、なぜか
青っていうこの色合い、いやーすごいよね。普通に出てくるんだったらね、これやっぱピンクとか赤なのかなと思ったんだけど、青でございます。サンジごめんな。 You のオールブルーは俺が手にしたぜ。そしてオールブルーめちゃくちゃ美味しい説。いやーいいねー。海外のモンスターすげーわ、本当にたまらん。うん、最高だね。前回に続きこのウルトラブルーも最高でございます。海外のモンスターってこんなに美味しかったんだね。もう驚きでございますよ。日本のももちろん美味しいけど、さらにこれね、上置いてる感じがする。しかも量が多いんだよ。美味しいもので量が多いとなるといいよね。なんかもう偏見かもしれないけど、量が多いイコールまずいみたいな感じもあるんだよね。ところがどっこいしょ、全然そんなことはない。めちゃくちゃうまい、最高です。うまくて量が多い、もうこれ以上のものありますか。もうたまらんですよ。もうこれね、外人が海外のパワーに今ちょっとなんか押されてる感あるからね、俺も外人だよねみたいな、たまになんかそう忘れるぐらいね、本当にこのねモンスターエナジーの破壊力にはねやられました。ぜひとも皆さんね、機会があれば試してみてください。そんな感じで今日はこの辺で、ぜひともグッドボタンと、そしてチャンネル登録ボタンからの通知ボタンを押してくれたら嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!